電話してるとさ、やっぱモテちゃうんだよな本当に。いや俺は別にさ女に寄ってってるわけじゃないんだけどさ、こうモテちゃうんだよ本当に。見た？もうウホウホでしょ。もうさ絶頂期。俺さもうねやっぱロスじゃね通用しなかったね。まだまだだななんて言って、まあとりあえず日本に戻って出直してくっかって思って行ったんだけど、ダメだったな沖縄。うん、また遊びほぐちゃってさ、走りにね力が入んなくてさ。アメリカ沖縄大分とお姉ちゃんにうつつを抜かし、すっかり勝負を忘れてしまったとっくり。しかしこんなことは許されるわけがない。一丁締めたろかい。そうスタッフが思っていたところ、天網開花磯にして漏らさず、神様はちゃんとご覧になっていたのだ。できました、キャンディーピンクの GTR とっくり号。いやホイールも新調しちゃったよ。今回は奮発だなおい。これで宿敵のねショッカー HK 長をやっつけるためにね、ちょっとこれから今日は皆さんに初めてのお披露目っていう感じで、じゃーん、何の変哲もない T88 です。これがですね、またこの信頼性がやっぱ一番ですからね、ドラッグは。もうガンガン回してもうビンビンぶつかげて壊れないユニットということで、すげえパワー、こりゃもしかしたら勝てるかも。楽しくてしょうがない。トックのやつ、ほんと車作って練習に練習を重ねて、やっとビッグエンドのレース、明日がまあ決勝なんですけど、今日練習走行ですね、見てやってくださいよ。 20m も行かないうち突っ込んでやんな、あの野郎、大バカ野郎ですね。それでですね、親指をなんとひびが入ったんだって、まあ、あいつもほんと運がないやつだよね。しかしこれは単なる始まりにしか過ぎなかった。とっくりが怪我で欠場している間にも 3S の勢いは止まらない。しかも04のみならずドリフトにまで発展していた。それではバカチンでも頑張るまい。団体ドリフト行ってみよう。さあ、路面の状況はどうですか、滑りやすかですか。なかなか滑りやすいですよ。クソタイヤをつけるなっちゅうことですね。顔が真剣になって失敗したら時折見上げ取りますね。なんかすごいパワー、この前のマシンがうまいですね。スピンをするかと思わしといて立ち上がってなんか金かけとらせんかい、前の車は。やっとるね、早速。地元でしょ、地元。いや、ここ初めて来たです。言い訳しよるね。すみません。しまくよ。すみません。あとは僕たちで引き上げて、あ、じゃあ僕もこれで帰りますんで。ありがとう。我々をいい人だと思ったら大きな間違いだよ。とりあえず助けましょう。一応走りやすいということで助けんと。そうですね。持ちつ持たれつ、もうこれどうか握って握られ、よかよか、バカチン。はい、人助けも大変ばい。とっくり復帰第一戦は福井。意気揚々と乗り込んできたとっくりだが、あいにくの雨模様。何か嫌な予感。これなかなかこう全国的にもねレベル、なんだ、あ、おい、何やってんすか、お三方。我がふるさとへ侵入するとはけしからぬ。てな具合でなんかすごくわざとらしい登場だったんですけど、すごいメンバーで、すごい車で、パッとね、最後を締めくろうと思ったんですが、やっぱ雨には勝てないね。ちょっとじゃあ軽くインプレやってみましょう。そしてこれが真の悲劇の始まりだったのだ。ここがね、福井のこうなんていうんですかね、名門コースと言われてるとこなんですよね。かれこれ04を始めて14年になるんですけどね、福井でこうすごく盛り上がってるってのはずいぶん前からやっぱ聞いてましたね。10年前とか12年前とかかな。
ってもうちょっと行ってみましょうね。これ反対からなんですよ。昔はこっちからやってたらしいですよ。締めくくるとはこういうことだったの？あちゃ、車が半分ないよ。どうしたの？どうしたのって見ればわかるわな。電波少年よりひどいスタッフ。どうやら3速全開時速 42.195km でいきなり GTR が肉状態になったらしい。これは再起不能、見事に最後を締めくくったのかな。あ、発見したけどもう車に着きそうもない。ここで車載 VTR の再現。3速でウエストゲートが開いた瞬間にいきなり車が横に。カウンターを当て4駆にするためアクセルを再度入れるが、 33R は見事に裏切って逆に振り返し、こうなった。雨の日はこの道のプロがごく普通に走ってもこうなる。何があったんですか。くるっと回ってくるっと回ってガツンって感じてドスンって感じで車も持ってっちゃったね。車は大丈夫。あ、車じゃない。やっぱりさ、こんな結末のまま終わったんじゃダメやしさ。あ、でも基本的にあれすぐ治りましたよ。今度全国大会で決着つけましょう。もうじゃあ1ヶ月以内に直して、うん、はい、はい、その時みんなでさ、そうそう、ね、集まってやろうやろう。そう、白黒はっきりつけな、うん、ダメですね。そうだよね。これじゃ終わんないよね。ダメですね。頑張りましょう。てなわけでちょっと悔しい一日だったですけど、1ヶ月後全国大会で頑張るぞ。うん、うん、元気がない。元気がない。暗い暗い。いやね、見てよ、ぶっかけただよね、この前さ。まあね、ストリートにはね、昔から事故はつきもの。もうね、1台や2台潰したからね、僕は見えないよ、うん、見てよこれ。もうね、直してなんかいられないよ。もう、ね、買ってきちゃった車も取りゃしょうがないから。だってさ、全国大会やるとか言ってるでしょ。もうあれはね、基本的にもう間に合わないとかそういうレベルじゃまずいからね。もう徹夜について徹夜で直しちゃうよ。これ全国大会っていうからね、ちゃんとクラス分けしてやりたいよね。キロ70円の鉄くず溶かした33 GTR、 この痛いお仕置きに今度こそ心を入れ替えたとっくりであった。